秋谷口駅は、広島県広島市浅木宅口で1丁目にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。駅番号は、JRP04。島式ホーム1面2線を持ち、列車の交換が可能な地上駅である。広島駅が管理し、JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅かつ緑の窓口設置駅。 線路東側にある駅舎は、コンクリートの平屋であり、改札内にアイコカのチャージ機が置いてある。駅舎からホームへは、古戦橋で連絡している。アイコカが、利用可能。JR の特定特使内制度における、広島市内の駅である。駅スタンプは、市赤中小田古粉群のある駅。緑の窓口営業時間は5時20分、5時40分、6時10分、10時10分。 10時25分、11時10分、12時40分、15時10分、16時19時10分、20時20分、22時30分。駅北東部から南東部にかけて、ハスが、丘、水光台、矢口が、丘、梅園、富士ランドといった団地群があり、広島市のベッドタウンの役割を担っている。そのため朝夕の通勤、通学者の乗降量はかなり多い。西は、 大田川の土手があり、北100メートルには、朝尾橋と山陽自動車道高架橋が、並行している。東200メートルには、県道37号線が走る。以下の情報は、広島市統計省及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365で割った後で、 さらに2で割った値を小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである。矢口駅前はステイに停車する。駅から300メートルほど出たところに矢口はス停がある。ありがとうございます。